入団選手の発表です。さあお待たせいたしました。来シーズンからジャイアンツに加入する新入団選手をご紹介します。ではまず原監督にご登場いただきます。皆さんどうぞ盛大な拍手でお迎えください。危ない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 。今一度原監督に大きな拍手をお送りください。これから新入団選手が壇上に上がります。皆さんを紹介し終えたところで原監督から、来シーズンに期待を込めた一言ご挨拶をいただきたいと思います。さあお待たせいたしました。まずは最初の選手です。育成ドラフト4巡目福本篤史内野手背番号101。思い切りの良いスイングで1番打者として積極性のある打撃を売りとした選手です。守備も堅実なプレーで実戦経験が豊かな逸材、野茂ベースボールクラブからの入団です。育成ドラフト3巡目山本和直内野手背番号105。大学4年間で101安打を記録するなど安定した成績を残しました。パンチ力があり思い切りの良い打撃が魅力の選手です。大阪経済大学からの入団です。育成ドラフト2巡目尾藤隆一投手背番号109。今年行われた新人テストで見事合格した本格派左腕、細身ながらしなやかなフォームからのキレのあるストレートとボールのキレで勝負する投手、岐阜城北高校からの入団です。育成ドラフト1巡目杉山明則投手背番号108。長身も生かした最速147キロの角度のあるボールは威力十分、身体能力の高い投手、京都府立綾部高校からの入団です。続いてドラフト6巡目中澤宏樹内野手背番号56。大学2年生から3年連続で大学全日本のメンバーとして数多くの世界大会で活躍、ガッツを前面に出したプレーが持ち味です。国際武道大学からの入団です。ドラフト5巡目笠原翔輝投手背番号93。お父さんの栄一さんは元ロッテ大栄の投手として活躍、親子2代にわたるプロ野球選手の誕生となりました。190センチの長身から投げ下ろす速球を武器に父が果たせなかったプロ一生を目指します。福岡工大附属上等からの4巡目橋本手番、今年初戦から6打席連続安打をマーク、遠投120メートルの強肩と俊足を兼ね備えた三拍子揃った選手、仙台育英学園高校からの入団です。ドラフト3巡目斉藤圭介投手背番号67。今年春の選抜甲子園でチームをベスト4に導いた本格化右腕、バランスの良い投球フォームから繰り出す直球とフォークボールが武器、千葉経済大学附属高校からの入団です。ドラフト2巡目宮本武文投手背番号65。細身の体型ながらも肘の使い方が柔らかい左の本格化、内海2世との呼び声も高い将来性豊かな投手、倉敷高校からの入団です。続きましてドラフト1巡目太田大志内野手背番号55。飛距離、打球のスピード、どれをとってもアマチュアナンバーワン、ドラフトでは強豪の末原監督が見事に引き当てました。背番号が象徴するように将来の日本球界を代表する強打者としての期待がかかります。東海大相模高校からの入団です。さあ以上、いや山本さん、はい、ういういしいというか若々しい